お気に入りのスカートがきつくなって履けなくなってしまったので、リフォームすることにしました。ウエストから10センチぐらい下がったところにしつけ糸をかけています。しつけ糸は裏地も一緒に縫い付けます。しつけをかけたところから1センチぐらい上を切り取っていきます。ファスナーのところは開いていかないようにしっかり縫い止めておいてください。これにキャミソールを縫い付けます。キャミソールは長さを見ながら、短く切り取ってください。これでキャミソール付きスカートの出来上がりです。とても楽です。しかもトップスと組み合わせた時にウエストのあたりがもたつきません。トップスを変えるといろいろなコーディネートを楽しむことができます。履けなくなったスカートがあったら、こんな風にリフォームをしてみませんか？